間ですよ。今から15分から30分ですよ。これね、また、竹谷がこんなこと言うとね、お前またね、こうやって引っ掛けてね、こうやって視聴率取ろうとしてんだろうとか思われるかもしれないんですが、ね、これでも、俺今日は全部言います。これが真実です。わかります?で、今日言ったことで、どんだけ皆さんが将来的にメリットを受けるかというところなんですけども、これもう本当に言うと、数千万から数億円、ガチで変わってくるので、15分から30分だけです。ね、人生の15分から30分。日本のね、ね、1日の平均の勉強時間、日本人の社会人ですよ。アジアで一番低い国なんですよ。6分だけなんですよ。6分じゃなくて15分でいいので、聞いてください。OK ですね。はい。今日はですね、今から言うことは、まず、皆さん株式会社勤めてますよね。これからパートに行く人、アルバイトする人、これから就職する人、どっかに勤める人、何でもいいんですけども、全員株式会社なんですよ、ほとんどね。ね。その株式会社に勤めてるのに、実際に投資家の視点で会社を見たことがないんですよ。だから、あなたたちはいつまで経っても投資家目線で物事を見ないから、ステップアップできないんですよ。っていうような事実があります。まずこの癖をつけましょうと。で、今後ですね、どう言っても日本人が絶対的に貧しくなるんですよ。だから見てみてくださいよね。頭のいい人、YouTuber とかもそうですよね。ひろゆきさん今どこにいますかね。あとは中田敦彦さん、今どこにいますかね。ほとんどですね、海外に出ていくわけですよ。わかります？じゃあそれはなんでか。皆さんが口揃えて言ってる日本人が全員貧しくなる。そうなんです。これも、じゃあ、なんで貧しくなるか。じゃあ説明してください。皆さん子供いるんだったらね、説明してくださいって言っても、パパはなんで貧しくなるのって言ってもね、ほとんど説明できない。意味ないじゃないですか。だからこれが説明機能になります。ね、ロジカルに全て理解できるようになります。で、税金というのは無知の罰金、これ昔から言われてますよね。税金はみんなの助けるためだとか、国税庁の、ね、ホームページに書かれてるんですけども、実際は税金なんてものは、無知の罰金なわけですよ。で、日本の税率、今ね、みんな、まあ税率って 30% ぐらい、40% ぐらい、50% ぐらいとか言うかもしれないですけども、80% ですから、ね、これも、じゃあなんでか説明できる。で、じゃあこの 80% が 5% で生きれたらどうなる ?5% ですよ、みんな。いや、むしろ 0% ですよ。そしたら、どんな世界が待ってるのか。80% 以上、働かなくていいんですよ。通ります?また 80%。何だろう?わかります?こういう世界なんですよね。で、日本と海外の税金の比較。で、税金の比較といっても、じゃあ実際に海外にどうやって出るんだよ、大変なと。そこまで教えてくれないとね、青不安だけ青だけ青って他の YouTuber と変わんねえじゃないかと言われるんですけども、そうじゃないよと。実際にどうやって出るのかまでちょっとお話をしてみます。で、海外にね、今富裕層がどんどん出てってます。これアベーマ TV でもね、去年からずーっとあれになってますけども、どんどん出てってます。本当にお金持ちがいなくなるんですよ。ね。そういう国。じゃあ、そういうところに、天才の国税庁の仕組みがあります。でもそこにタックスヘイブン国家。今は僕もね、タックスヘイブン国家いますよ。ドバイという国にね。それがどうやって戦ってるの?ね。さらに日本は国税の抜け穴がありすぎる。だから、資産は所有権じゃなく利用権だけを持ってた。じゃあこれどうやるんだとこれ全部教えてくれよとか。はい、じゃあ全部教えていきます。今何人?あ、ために154 on YouTube and 1100 on Instagram. That's okay. なぜですよ、皆さん。企業が黒字リストラを多発しています。これ、4日前ぐらいの記事ですね。40歳を超えたら自立を強いられる流れなんです。だから皆さんね、40歳になったら会社辞めないといけないよねっていうような今、世の中の流れになってます。これね、結構海外で働いたことある人はそうなんですけども、海外の企業っていうのはもうパフォーマンス級なんですよ。パフォーマンス良ければ若くても何千万もらってる人もいるんですよね。ただ、日本は年功序列、終身雇用という意味のわからない制度が昔からへばりついてるせいで、これが今まで絶対に言われてこない。だって言うやつが絶対的に悪になってた。でも今は経団連の会長、トヨタの豊田さん、さらに、今、あの人ですよね、忘れちゃった。サントリーの社長。それが、いや、もう45歳定年にしたらいいんじゃないですかとか言ってね、ちょっと炎上しましたけども、とにかくですよね、パナソニック今、どんどん、パナソニックだけじゃないか。パナソニックも ANA も、あとね、銀行も、3年以内に3万人をなんか、削減するとかなんか、ガーって言ってますけども、そういう時代なんですよ。40歳で、皆さんは、クビになりますと、思っといた方がいいですよ、という時代なんですね。それなのに今の企業で企業に伝えるのが安定だっていう思考をまず一回抜けましょうと。じゃあ、ここで質問です。ここで質問ですよ、皆さん。二つだけです。一つ目ですね。皆さんは自分の給料を削ってですよ。自分の給料の多くを削って寄付をしてますか?
はい、答えれば寄付してますかと、自分の給料が多く受けて寄付してますかって話ですよね。はい、してない。そうですよね。 99.999% の人がしてない。はい、これはしてない。はい、じゃあ質問2つ目ですね。あなたは自分のね、自分が会社勤めだ、ただ投資家の目線で自分を見たことはありますかということなんですね。今まで投資家の目線で見るとどういうことなんだ、ちょっと考えてみると全然変わってくるんですよね。で、皆さんこんな図ね、よく有名な図がありますけれども、ね、現場で働いてる人の見てるところ、リーダーの目、部長の目、あと経営者の目、全然これは違うから、経営者がね、ここの現場を理解しようとしちゃって全然無理なんだよとか言われてますけども、俺から言わせりゃ投資家の目っていうのがもっとあるわけですよ。ね、投資家っていうのは未来を想定して投資するわけですから。だから、ここの目を持つと、すごくここの目だけじゃなくて、いろんなものが見えるようになるんですよという話なんですけども、まずですね、村上さん、投資家って言えばね、まあ、孫さんとか、僕が一番好きなのね、村上ファンドの村上さんなんですね。昔、これに、僕、弟子入りしたいなと思った時期があって、メール送ったんですけど、全く書いてもらなかったんですよね。まず、メールアドレスが違ったのかな。まあ、とにかくですね、村上さん、いろんなことありましたよね。こうやって捕まっちゃったりね、で、捕まって出てきて、もう自分のお金でやるって、シンガポール行って500億以上のね、バンドを作って、すごいですよ、この人。ただ、この人、何かっていうと、投資家なんですよ。投資家です。で、いろんな企業に投資をするんですよね。ファンドなんですから。ファンドなんですね。ただ、この人のやることはね、絶対物を言う投資家と言われてね、いろんなね、経営者と揉めるんですよ。そう、揉めるんです。だから、レオパレスのね、乗っ取ろうとしたりとか、あとはね、アパレルメーカーとね、ガンガン言い合ったりとかね、経営者と揉めるんですよ。だから、何が言いたいかっていうと、株式会社っていうのは、皆さん、株式会社っていうのは、株主のものです。株主は、じゃあどうやって儲かってるのか。ここをまず理解していきましょう。わかります？経営者とか社長のものじゃないんですよ。ね、オーナー社長だったら社長のものなんですけども、株式会社は株主のものなんです。わかりますよね。じゃあ、株主っていうのはね、株主も仕事があるんですよ。投資家にも仕事があるんです。あなたが仕事があるように、投資家にも仕事があるんです。じゃあ、これの儲かり方はどういうことか。株主の儲かり方は2つだけです。めちゃめちゃ簡単ですよ。中学生でもわかりますよ。1つ目、配当です。配当。ディビデンドですね。配当をもらう。だから投資した会社ありますよね。投資して、じゃあ、株、一株について400円ぐらい配当出しますよ。100株持ってたら4万円の配当が毎月入ってくる。これが一つ目。あとは、キャピタルゲイン。まあ、売却益とかですね。そういう益ですね。1400 on Instagram, 183 on YouTube。売却益っていうのはですね、まあ、安い時に買って、高い時に。そうすると、まあ、売却益が出る。この2つの方法で株主は儲かってるんです。これが株主の仕事なんですよね。終わりますね。で、株式の種類も2種類あるんですよ。2種類。これが未上場株式と、あと上場株式っていうことですね。上場株式っていうのは全員誰でも買える。未上場っていうのは一部の人しか買えないっていうような株式ですよね。で、まあ、どちらもですね、ほとんどの場合は、まあ、未上場株式で何百億で売却した後でよく話を聞きますよね。まあ、こういう形で。さっきの言った2つの儲かり方があるよっていう、キャピタルゲイン、売却益の方でガーッと儲かったりするわけなんですよね。株主っていうのは。そう。じゃあ、そうです。株式の算定です。わかります？株主っていうのは株に投資をします。で、配当をもらうっていう儲かり方と、あとは安い時に買って高くして売るっていう時の儲かり方。どっちの方が主流かっていうと、売却高、安い時に買って高い時に売るっていうのが結構主流のやり方ですよね。で、その高い時に売るっていうその値段の付け、この算定っていうのはどうやって行われてるのかっていうのを、まずはみんなで理解しないと、株式会社に勤めてるのに、これを理解しても意味ないんですよ。例えば、皆さんがね、株主だとしましょう。で、毎年100万円の利益を生む会社、これをいくらで売りますかっていう話なんですよね。じゃあいくらで売るかっていう時に、これがいくらで売るっていう算定の式、まあ大体の算定方法っていうのは、まあ EBITDA って言って、皆さん会社売上がありますよね。売上から、ね、コーヒーショップが売り上げて、コーヒーの原価、仕入れの価格を引いて売上総利益で、人件費とか、あとは家賃とか引いて営業利益で、あとはなんか壊れたら、まあ、なんか特殊なね、利益の損益を引いて経常利益で、最終的に税金が引かれる前の税引き前当期純利益というの、ここがね、ここが最終的に、ここに税金をかけて純利益というものが
かかるわけですよね。これが株式会社の、まあ、大体の決算の流れなんですけども、この EBITDA っていうのは、まあ、ここに支払いに沿った減価償却とか、まあ、引いたり付け足したりして出す、ここの数に対して、5から7とか8掛けとか、こういうものをかけて売るわけなんですよ。だから100万円ぐらい、EBITDA100 万円ぐらいだったら、だいたい500万円ぐらい会社が売れるようになるわけですね。意味わかります？500万円ぐらいで売れるようになる会社が。ここまで大丈夫ですか？Yes, yes, yes. ここまで大丈夫ですね、今。じゃあ、もうちょっと簡単に。竹山さん、ちょっと難しいと。ね、難しい。もうちょっと簡単にいきましょうよ。ね。例えばです。皆さんは、よくリストラ、黒字でもリストラって聞きますよね。僕が言いたいのは、黒字でもリストラをする理由っていうのは何ですかっていうことが、ここなんです。人件費を削るだけで企業価値が儲かるんです。もう一回言いますよ。企業っていうのは売り上げがあります。簡単に言うと、経費を引いて利益が出るんです。で、この利益に対して、まあ、100万円利益が出たら、5倍ぐらいかけるので、500万円ぐらいになる。だから売上が200万出て経費が100万円です。100万円利益が残ります。これに、毎年毎年100万円の利益の会社を100万円で売らないですよね。だって来年も100万円、もっと売るかもしれない。ってことは、500万円ぐらい、5掛けぐらい売れるんですよ。意味わかります？で、多くの経営者っていうのは、ここの利益を重視してみてるんです。わかりますね。じゃあ、利益を増やすためには、どうするか。一番いいのは、人件費を削るじゃないですか。人件費を削ると、50万円の人件費を削るとですよ、100万円の利益が150万円になりましたね。そうすると、これは50万円削ったんじゃないですよ。250万円手にして、500万円だったら750万円で売れるようになるわけですよ。意味わかります？こういう風にして、会社っていうのは、リストラは悪いことだっていう人が結構多いんですけども、実はリストラっていうのは、企業価値を高めるために必要なことなんですよ。ここはわかります？わかんないんですけど、そうです。リストラっていうのは企業価値を高めるために必要なことなんですよ。だからガーって最初に投資をして、人を雇って、ガーって事業を伸ばして、いらない人材を切って、で、最終的にバイアウトするっていうのは結構な手法があるわけですよね。じゃあですよ、パナソニックのさっきの話ですね。パナソニックが4000万円を払ってでもやめてほしいんです。中年のおじさんたちには。なんでかって、4000万円やめるときに4000万円くれるんですよ。4000万の退職金を上げてもやめてほしいんですよ。でもそれでも儲かってるんですよ。わかります？だからリストラって、もう一回言いますけどもね、景気が悪いからリストラをする、そういうわけじゃないんです。黒字でもリストラをするっていうのは、企業価値を高めるためにはずっと必要なことなんです。なんでかっていうと、株式会社っていうのは株主のもので、株主っていうのは利益から株の配当だったりとか、利益からさっき言った倍になったりするキャピタルゲインをもらうわけなんですよね。っていう話になっていくと、皆さん最初の質問で答えましたね。皆さんは自分のね、給料を削ってまで寄付をしてますかっていう話で、ほとんどの人今してないですよね。じゃあ株主の目線から立ったらね、必要のない人材に対してお金を払うっていうものは、明らかに寄付と同じなんですよ。自分の給料を削って寄付をしているようなものなんですよ。だから、切れと。切ってお金を与える。皆さんが寄付をしないように、株主も寄付をしないわけなんですよね。そういう風になって、世の中っていうのは回ってます。なので、ここで言いたいのは、まあ、黒字でもリストラをする理由、進める理由っていうのが分かりましたよねと。リストラっていうのは景気がいいからとか景気が悪いからっていうものではなくて、随時皆さんが寄付をしないのと同じで、株主も寄付をしないわけなので、だからこそずっと景気がいい悪いに関係なく切られるっていうことが出てくるわけなんですよ。これは絶対です。じゃあなので、今後どうなるのでしょうかという話なんですね。今後は人を雇ったら売上が上がるっていうような業種じゃない限りは、リストラか低賃金で働く、この2つしか絶対的に流れになってこないんですよ。リストラか低賃金で働くか、わかりますね。なので、じゃあ今問題になっているのが、ロングテール時代と呼ばれる時代です。
ロングテール時代、テールっていうのは尻尾ですね。ロングのテール、長い尻尾があるっていうのをロングテール時代と言います。今っていうのはベルカーブ時代といって、中間層が日本は多いです。わかりますよね。これが一部が、まあ、僕下級国民って言い方あんまり良くないんですけど、あんまり好きじゃないんですけども、一部が所得が低い方々がめちゃめちゃ多い時代で、一部の富裕層がめちゃめちゃ、ね、少ない。でもこの一部の富裕層がほとんどの下を握ってるよ、こういう風な社会構造になってくるわけなんですね。ここまで大丈夫ですね。じゃあそうなるとどうなるでしょうかっていうことなんですけども、当たり前に日本人っていうのは格差の違いを分かってないと格差社会になってくるわけなんですよ。格差社会になってくる。さらに格差社会になってくるからこそ、そこに目をつけてね、あの孫さんが、いやもうロボットでやっていこうと、ロボットの方がいいんだと。だってロボットでやったらさっきの人件費ないから、めちゃめちゃ株価が上がるわけですよ。こうやって頭のいい気がどん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 人を削ろうとするような流れになるわけですね。じゃあここでですよ、ね、税金を多く払うメリット。さっき言った何かというと、この一部の所得が高い方々が、この大勢の所得が低い方々を支えないと国は成り立たないわけなんですよね。絶対に成り立たないんですよ。税金払ってくださいと、ね、富裕層さん、あなたたちが全部税金払ってくださいというふうになるわけなんですよ。なので、まあ、誰か様はね、税金というのは 100% ROI がマイナスのお金の使い方だって言ってる通りなんですけども、だから今何をやってるか、ここからです。税金の話になってきますよ。富裕層、消費税を増税する、資産課税って資産に対してお金をかけてくる、キャピタルゲイン税って言ってね、株を売って得た収入は大体 20% ぐらいなんですよ。所得税とまた違って、まあ、譲渡課税とかね、そういう、株を売って得たお金は 20% なんですよね。その 20% っていうものを大体金持ちって株で金持ちになるんですけども、その 20% っていうものを、いや 20% じゃない、 30% にしよう、 40% にしようっていうような話になってた。あとは消費税の増税がずっと検討されてたり。なので絶対的に一つ言えること、絶対的に一つ言えることは、消費税だろう何税だろう何だろうか分からないですけども、絶対に税金は増えます。 100% 税金は今後増えていくんです。どん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 増えていくんです。税金は209 ユーロ 6 7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 
まあ僕の考えですよ。僕はこう思います。このまま日本が富裕層をね、こうやって富裕層からどん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 、さっきのロングテールのちっちゃいね、富裕層のマスから、この大きいね、貧乏な方々は、もう支えなさいっていうような税制にすると、どうなるかっていうと、日本からお金持ちがどんどん海外に逃げますというか、逃げてますもん。大体逃げてます。で、実はですね、ちょっと今企画をしていて、ドバイに来てる方々とか、シンガポールで僕の知り合いの方々をちょっと集めてですね、なんで出てったのかとか、ちょっとインタビューをね、する動画を撮りたいと思うんですけども、まあ、とにかくですね、全部逃げていきます。で、そうするとお金持ちが逃げるとどうなるかっていうと、消費が減るわけで、日本の景気が悪化するわけなんですよ。わかりますよね。で、お金持ちっていうのは、お金の使い方が違うからお金持ちになったんですよ。みんなね、お金の稼ぎ方ばっかり見るんですけども、お金の使い方を見た方がいいんですよ。お金持ちっていうのは投資をする癖があるんですよね。貧乏な方っていうのは預金をする癖があるんですよ。わかります？お金持ちは投資をする癖があるから、極端な、結構社会にお金が回るんですよ。でも貧乏な方にお金をあげたとしても全部預金に回っちゃうんですよ。預金に回っちゃうんですよ。だからどん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 そうやって富の再配分みたいなのをやったとしても結局極端なデフレが起こって景気が最悪になるだけなんですよね。これなんですよ。で、優秀な人材が育たずに、投資が生まれない。投資が生まれないから雇用が生まれないんですよ。だから結局お金持ちが出てったら、じゃああなた何やりたいの、じゃあ居酒屋やりたいです、じゃあ俺投資するよって投資をする人がいなくなるから、居酒屋が開かれない、居酒屋が開かれないから雇用が生まれないっていうような世界になって社会負担がより大きくなるんですね。これを絶対的に分からないといけないのに、今この国がやろうとしてるのはお金持ちからどん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 税金を上げようと。だからどん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 富裕層が逃げてこういう風な状況になりますというか、なってますという話なんですね。これが今日本の現状です。じゃあこの現状踏まえてですよ、皆さん。この現状踏まえて、皆さんがどのように生きるべきなのか。さあ、前置き長くなりましたが、ここからですよ、皆さん。大丈夫ですか？一旦息をね、ついて。一旦息をついて、皆さん。大丈夫ですかね？
Yes, 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 yes. ちょっと休憩です。これ子供に言ってあげてくださいよ、しっかり。はい、ここからですね。皆さん、ここからです。大丈夫ですか？今後皆さんがどういうふうに生きないといけないんですかという話ですよ。奥さん、旦那さん、どういうふうにあなたは生きないといけないか。ね、僕も会社員でしたよ。僕もサラリーマンでしたよ。いやいやいや、そんなの無理だと思わないでください。一緒でした。むしろ僕の方が底辺にいたかもしれないですよ。はい。働く理由、あなたが働く理由は何ですかと。ね、あなたが働く理由は何ですか。これは当たり前にね、家族の言う人に聞くと、まあ家族や子供のためって言うんですよね。もうほとんどの人がそうだと思います。僕もそうです。じゃあここで皆さんに1個だけ秘密を教えてあげましょう。ね、例えばです。日本で頑張って10億円、まあ、10億円じゃなくても何億円でも1億円でもいいんですけど、まあ、10億円を稼いだとしましょう。ね、今後皆さんね、今年だけじゃないですよ。来年でもいいです。再来年でもいいですよ。ね、10億円を稼いだとしましょう。ね、そうすると10億円稼いだぞーって言ってね、よく日本のね、YouTuber とかね、みんな、しっかり起業しなさい。これから起業しないとダメだよ。アホかと。ね、もうあれをね、見るたびにもう耳が痛くなってね、もう気持ち悪いと。ね、起業しないといけないのはもちろんのことだと思います。起業しないといけないのはもちろんのことだと思うんですけども、なぜ日本で起業するんですかって話です、ね、そう、日本で起業すると、じゃあ例えばです。Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.